ファンネルがお送りする仁王2続きをやっていきます。はい、黄金の城だっけ、メインストーリー、途中ですと。ではまず助太刀を買うて、助太刀買うで、いやー筋肉くんかな。で、前回は一応2体までなんかボスラッシュ的なものを倒しました。まあボスラッシュでもねえのか、なんか時間置いてやるから、いや野人島だっけみたいなのをここで倒しました。まあ序盤の方は前回の動画の序盤の方で延々ら倒して、その後野人島を倒して、っていう感じですね。で倒したけどここが開かねえから、やっぱ上行くんだけど、じゃあ上行ってどっかで降りる階段とかあんのかな。こっちは何もないよね。ドアとかも特にない、なんかギミックがあるわけでもない。私ここは来なかったっけ。あ、来てねえな、霊石があるから。ちょっと待って、やべえ、時間の問題だな。見つかったな。こいつ動き遅くね。なんか後ろからもバレたかな今。あ、バレた。よいしょ、うっ、行って、やばい、これ、え、これまずーすげえな、始まって早々やられたわ。まあ、逆に言うと始まって早々だからなんてことはない。で回収もされたね。偉人塚がそこにあるから、あ、でもバレちゃうこれ。あ、もうバレたここでバレる分にはでもなんてことはない。よし来いや、ドシーン、よいしょ、待ってね、よいしょ、回避、よいしょ、うっ、よいしょ、はい、うっ、やっと4段階目までたまりましたよ。避けて、よいしょ、で5段階目までたまったから使ってみよう。ドン、なんか大して効いてなくねえか。あ、やばいやばいやばい、またなんで急に66首にバレたんだよ。やばいな、一人じゃ勝てなくなってきてんな。あ、今度は回収しないとダメだ。でもやられたのここだよね。回収して、こんなやつにやられてる場合じゃねえんだけど、もうちょっと寄せるか。よし、ここならいつやられても大丈夫なんだよ。よっ、ペイ、遅い遅い、やります、よいしょ、よし、必殺技にちょっと夢中なのがよくねえんだろうな。うっ、よいしょ、よっ、よっ、ヘイ、オッケー。で5段階目まで溜まってるからと言ってるとまたやられんだろうな。どこの66首に気づかれてるんだろう毎回。ちょっと上のやつ先に倒しちゃおうね。もうボスらしくやこれ。うっ、私も必殺技を使わせていただいた。よいしょ、よっ、あ、いて、ここでやられるわけにはいかないよっ、うっ、ていよし、てい、え、攻撃力高えのね。避けて、あー捕まった、うー、逃げ切れるか。回復して、うっ、まだ危ない、仲間が捕まった。ういっしょ、よいしょ。これはあれか、あのね、あの被火車だっけ、あの猫みたいなやつが足に車輪ついてるやつ、あいつ苦手なんだよな。あ、なんかこだまちゃんちょっと見切れてますねこれ
導く。あと何匹いるんだろうな。それにしても、あれ、あっち側行ってねえぞ。これどうやって行くんだ、あっち側。霊石あるけど。ああ、そっか、結局だからまだ行けないんだな。どうしよう、ボス倒してくるか。現状それしかやりようないよね。そっち側に行けないんであれば。まだ続くのか、ボスラッシュは。ちょっとしんどいぞこれ。守備力アップ、触れるで、こいつの場合は、うっ、多分チドンクやればちょっと楽になるから。熱っ、やばい、ちょ待って、熱っ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 、回復できなかった。よいしょ、非耐性でも上げてくればよかったな。よいしょ、ムチムチ、よいしょ、うっ、よいしょ、うっ、ヒートロット、よいしょ、うっ、よいしょ、攻めろ、痛い、暗い、目つぶしで回復して、私燃えてますね。ドーン、あれ失敗した、待って、よいしょ、5段階目までたまりましたけど、どうしますか。てい、外した、うっ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 、やばい、やばい、避けて回復させて、めっちゃ笑ってる、うっ、ゲージがなくなっちゃうよ、うっ、よっ、うっ、避けて、てい、外した、回復して、あ、これ危ないやつ、うやってくれますね。よいしょ、来るな来るな熱いんだって。あ、もう味方やられてた。一応回復して、ちょ、チビちゃん邪魔なんだよね、このザコチビ。ちょっと避けて、あー、やられる、回復、間に合った、うっ、ちょ、コマ邪魔、痛い、回復回復、これコマ壊せんだっけ、消えたわ、こいつら、よいしょ、うっ、またこの状態になっちゃった。ちょっと待ってね、うっ、いた、回避して、うう、やばい、コマ来るな、えいた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 、妖怪か、あれ、なった、てい、てい、てい、よっ、強攻撃終わるな、よし、 OK で、妖怪化解除。攻撃力がなんかこっち高いから、一応こうゴリ押しでなんとかなりそうなんですが、それでもつらい。で、あっちから来たんだから、こっちが行けるようになったんだよね。で、助太刀こうて、よし、あとボス一体ぐらい出てくるのかな。どんどん上に行くんだけど、あいつを呼んで、さあ来い。なんか右側から社っぽい音が聞こえるな。なぜこっちに来ない、誘われてしまっているのか。あ、下に降りれるな、ここは。なんかでも、なんだっけ、スネコスリちゃんの声がしたような気がするが。あ、いたいた。撫でる。
で、チャチャ様はどうされたのだ。チャチャ様、人が変わってしまったようじゃ。あ、しまった。うう、あ、落ちちゃった。チャチャ様とは。で、ここははしごを落とさないといけないね。えい。あ、そっか、失礼。ショートカットになるんだね。ショートカットになるのいいんだけど、結局ここ行けねえんだよ。あれ、また別のとこから行けんのかな。上行って、ここ開かないもんね。うん、また上行って、すねこすりちゃんタイムも終わっちゃうぜ、これ。いや、とりあえずここを片付けますか。あー、そっか、待って、ね、いいよ。お前の前に霊石を破壊させていただく。よいしょ、よし、 OK。 あ、これボスだな。ちょっと待ってね。よっ、よいしょ、届かない。すねこすりちゃんはもういなくなっちゃった。よし、OK。そっち行く前に、調べる。結局、ルートわかんねえとこあったんだよな。でも、あんまり引き返して、あ、敵いた？いたわ。こいつ何やってたの？あれ？待ってよ、こっちは行ってねえのか？あ、行ってねえな。あ、違う、行ったわ。あ、ごめん。こっちが行ってないのか？どうした？よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれ？しかし特段何かあるわけではない。あ、こだまちゃん反応があり。あ、いたいたいた。まだいるな、でもこだまちゃんね。残り1匹ぐらいだろうけど、ここのステージもう一回やりたくねえな。ちょっとごめん、あの時間もあるから一回戻ってこだまちゃん反応のとこ探してきていい？動くところもないもんな。ちなみにこの真ん中は中庭に通じてるだけね。さあ、どうなっているんでしょうか。あとは塗り壁、ポイントがあるかもしれん。ちょっと壁側をこうやって歩いていきますよ。で、ここもボスでしょ。ここは野人島かな。開かない。塗り壁ではない。まだ行ってないルートがあるはずなんじゃが、ここは地下であると。地下というか、あ、温泉ポイントか。温泉ポイントで、あ、ところどころこのアイテムを取り逃すのは何なんだ私。で、ここは、あ、そうだ、須田まちゃんがいたんだ。ここのはしご登るとなんかつながってそうだな。とりあえず須田まちゃんに新しいアイテム、マサカリあげようか。マサカリをあげて、
喜んでくれてますね。はい、ありがとう。鎖鎌か。上がってみましょう。ここはまだ行ってねえと思うんだ。よし。あ、ここだ。はい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 。やってこれました。開けとこうね。開けて。で、子供ちゃん反応があって、これで。あ、全部じゃねえ。あれ、まだいる。とりあえずボス倒せば。この先に多分道が開けるんで。いきますよ。でも2体ってきついなぁ。あ、ちょっと待って。あー、ちょっとアイテム使うタイミング間違ったな。所持品で。霊石関係を使いましょう。使う、2つ。ゲージがたまんねえな。たまった。で、ちょっとやってみたいのは、装備に、多分毒消しいらないんで、毒消しのとこに、ちょっと失礼。霊石、奇霊石を置いて、妖怪化中に使えるかどうか。まあ、まずちょっと序盤で妖怪化しちゃって、よっよっ。で、ちょっと待ってね、奇霊石を使ってみますよ。あ、アムリタゲージ増えねえな。アムリタゲージっていうか妖怪化ゲージ。あ、でもちょっと増えたかな。ちょっと待ってね、霊石使っていて、あ、戻っちゃった。片方から先に倒すぜ。痛い、え、痛い、よいしょ。攻撃力は低めに設定されてるっぽいが強い。私の味方がもう一個の方をやってくれてんのかね、これ。よいしょ。うっ、痛い、痛いけど大したことはね。痛い、よいしょ、痛い、あ、やめろ。あっていい、回復して、やめろ。何仲間やられたかい。だいぶっぽい。よいしょ。あれ、なんかコンボがつながんねえ。よいしょ、う、倒しました。片方を、片方倒すと強くなるとかないよね。よいしょ、よいしょ、よけて、なんか入った。亡霊が、亡霊が出てきた。うっ、うっ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。何やった。うっ、怖いね。よいしょ、うっ、うううう、よいしょ。はい、ゲージが5まで溜まりました。回復しときましょう。で、目くらまし、うっ、めっちゃ持ってかれた。目くらまし入ってるよね。よいしょ。こいつ目くらましされてんのになぜ。チドンフ、よっ、よいしょ。ふっ、で、必殺技を使ってみる。失敗しいた。もう一回目くらましやっちゃうぞ。よいしょ、目くらまし、よいしょ。チドンフ使います。うわ、やられたな味方。よいしょ、ちょっと待ってね、回復した方がいいのかな。うう、う、終わらせる。あ、捕まった。これはまずいかもしれない。え、回復する時間ある？よし。妖怪が来て、ふっ、ふっ、回復して、よいしょ、終わってくれ。待って、終わった。よいしょ。今回はあれなんだね、霊石妖怪化中に使えねえんだ。まあ使えるは使えるんだけど、
妖怪化のゲージ回復しないのか、ちょっとそれ考えもんだな。でも一回ゴリッとなんか妖怪化の可能時間増えたんだけど、あれは何をやったんだろうか。で須田まちゃんいるけど、うわーここあれいねえな、擬人塚もない。でもここに、あ、来れるのか。じゃあ拝んで、また、レベルが上げられますね。どうすかな、バランスいいんだよなこれ呪いを上げとくか。まあ、私薙刀鎌使ってるんで出ねえかな、擬人塚出ねえな。出て欲しかったんだけど、あ、出た、よし、擬人塚で。ちょっとレベル低いですね、レベル低いお方ですが、ここで須田まちゃんに新しいこの兜をあげますか。あ、竜神のって書いてある。ちょっと待って、兜やだな、これでいいや。よし、どうぞ。喜んでおります。はい、ありがとう。なぎなたがまゲット。あー、やっと霊石のとこたどり着いたから、ちょっと頭ぶっぱしてかかってこい。うっ、よいしょ、よいしょ。じゃあ霊石を破壊して、よいしょ、よし、オッケー。これで全部の巨大霊石を破壊したんじゃないでしょうか。ただ小玉ちゃんが一匹取れてないこれあとどこいたろう。ここの小玉を全部取りましたみたいなこと出ないんだよね。ちょっと待ってね、あとルート的に行けてないとこなんかねえと思うんだけど。ここ行って、ここの小玉ちゃんだ、取ったでしょ？ここの小玉ちゃん取って、敵がいる？あ、敵あっちにいるのか。あっちまでちょっと倒しちゃうか？お？よいしょ。よいしょ。うかつにでもまた飛び込むとやられる可能性があるんで、こだまちゃんの反応だけ見てなければ戻って。ありませんね、反応ありませんね。人間、よし、 OK。この地下牢みたいなところにこだまちゃん反応ないよね。ちょっとおいで、戦ってる暇はないのよ。もうあとはボス残すところみたいなところ感じなので。あ、そっか、結局ここ、あー、しまった、落下しちゃった、うやば調子に乗っちまったな。よいしょ、よいしょ、これやられるかもしれん。うっ、よいしょ、よいしょ、痛い、なんか降りてきちゃったな。あー、妖怪かこんなとこで使わされるとは。よいしょ、一匹でも倒せれば妖怪化解除。よいしょ、よいしょ、私のお仲間はどこ行った。うっ、よいしょ、いっぱい降ってきたよあ、来た、仲間も。うっ、てい、よいしょ、で、うっ、よいしょ、へい、よいしょ。あ、こだまちゃん反応あったわ、あったあった。
ターはこっちにある。いけねえよな、これ上上行って反応が消えるかどうかだな。ちょっと待ってね。上行っても特に反応は消えないけど。おお、びっくりした。 66B。 おお、バレた。おお、危ない。避けて、あ、捕まってんじゃん、捕まってんじゃん。こいつこのままじゃ下に落ちちゃう、めんどくさいよ。落ちるとめんどくさいよ。枝、あ降りてくっと思う。ああいうのって降りてこれんだっけ。上行って降りてきた。待ってやばいよ、毒斬り。よし、上行って、こだまちゃん反応が、あ、この辺だぞ。あ、この中か。そっちはどうやったらいける。ちょい待ち、ちょい待ち、ちょい待ち。こっちに行って、あー、いた。これでラストだろう。オッケー。いや、時間かかりました。では問題はですね、私が迷子にもうなっているということであるのですが、はい、ということで、ちょっとすいません、戻るまでに時間かかったんですが、なんとか近くの社まで戻ってきたので一回拝んで、で OK、 じゃああとボス行きますね。で、綺麗石、ちょっと待ってね、妖怪化ゲージだけ貯めときましょう。いや、だいぶ消費すんな、しかし。溜まったで、所持品、待ってね、毒消しをセットしとこう。現状霊石戦闘中使ってもあんましょうがないっていうことが分かったので、ショートカットに割り当てる。 OK、 じゃあいきます。いや、こだまちゃんも全部取ったので、やっとですよこれ。待って、登る。本当はね、一つの動画で一ステージできれば一番いいんですけど、やろうと思うと2時間ぐらいかかるんだこれ。本当に突破する。じゃあ行きます、ボス戦です。味方が来ないから、まずはムービーでしょう。めっちゃ走ったじゃん。俺の新しい嫁を紹介してやる。嫁？またでっかいボスかいこれ。うわ、ギョロッと。お城が嫁ですか。なかなか変態ですね。お、これはまずあの目、こっち来ないでしょ。でも攻撃届く、これファイヤー、燃えちゃった。待って、当たるかなこれ。あ、当たるわ。でもね、これ当たるのはいいんだけど、痛い、ダメージ高い。そうだ、守備力アップ。痛い、ちょっと回復。そっか、ヤマタノオロチ的な、あ、違うわ、長壁漢字読めねえ。一匹一匹がこれ強いんだけど、ちょっと待って、回復した。あれなんだ、あれができない。あ、でもやれる。よし、一匹やった。で、回復してねえし。よいしょ、危なかったね今。いいのかい、嫁さんを倒しちゃうぞ。吹っ飛ばされんな。よいしょ、持ってかれる。回復して、これは、よいしょ、よいしょ、
よいしょ、待ってね。一応毒消し装備しといて正解だったな。毒やってくるやつもいるな。よっ、これさ、あのこいつら倒してるけど相手の気力ゲージしか減ってねえわ。まあだからそういうことなんだ。うっ、痛い。ちょっと待って、回復して、よっよっ、気力ゲージがもうちょいでなくなるが、うっ、凍るよ。回復アイテムがこれなくなっちゃう。うっ、よいしょよいしょ、これでダウンして、ちょっと中に来たな、レーザービーム。よしで、あの目玉が、ああちょっと邪魔、お前目玉、あ、え、何こいつ倒さないだね。ちょっと待ってね、そういうことが邪魔すんのか。まだなんだ、第二形態。こいつは時間かかりますね。ちょっとやべ、うっ、よいしょ、うっ、これはちょっと待ってね、うっ、回復、気力回復早くなるやつだよな、今私使ったの違うかな。よいしょ、よっ、 OK で、あっち側を倒そう。うっ、ロックオンがうまいことできない。うー、怖い。うっ、うー、やばい。うっ、ていっ、うー、回復しちゃい、やっちまえ、よっ、よいしょ、で、よいしょ、痛い、ファイヤー、あっつ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 、回復、よいしょ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 、ちょっと回復するね、回復していって、あっつで、よいしょ、守備力アップもしとくかい。仲間がでももうやられちゃうな、このままだと。うっ、避けて、てい、よいしょ、よいしょ、ダウンした。うっ、回復、やるやる、よし、 OK で、目玉の方に行きたいが、行けるのか。またこいつが邪魔をして、あ、でもこいつか、妖怪か、しまった、妖怪化したのが間違いだった。解除、あと1ターンぐらいあるのかな、これ。そのうちに仲間はやられちゃうけど、よいしょ、よいしょ、仲間やられました。でもそれでもやるしかないのだよ。避けて、よいしょ、うー、痛い、いきます、当たらない。当たらないが、よいしょ、うー、回復しないと、回復して、よいしょ、よしで、これで、よいしょ、よいしょ、よいしょ、とどめ、 OK で、きっと目玉にとどめを刺す、あら、 OK、 んー、ドカーン、倒した。いやー、これもちょっときつかったね。仲間いなかったら無理だったな。お、これで小刀が、出た、ソハヤの剣。これでも
どこにしまうんだろう。背中にくっつけんのかな。あ、ちょっと主人公の顔が見えなかった。よし達成。よし、玉城も出たな。大覚様の夢の印と慣れたであろうか。妖怪語。わらは人の身であるお主が妬ましい。あのお方と共に生き、共に笑い、そして何なんだろうね。ずいぶんお慕い申してたんだね。それが平等院で見たあやかしを滅ぼす刀。その刀があればきっと。さあ藤吉郎を追いましょう。どこにしまったんだろう私あの刀。城を一応壊れたけど、壊れかけ、この壊れ方がよくわかんない。さあじゃあ戻ります。先へ進む。はい、この戦いではあれだよね、あの世とこの世の狭間の場所に誰か人増えたりはしなかったよね。誰も倒してないから、妖怪しか。あやかしを滅ぼす刀ついに取り戻したわね。言い伝えが本当ならどんなに強いあやかしでも枯れるはず。あやかしになってしまった藤吉郎、私たちの手で止めましょう。だけどあんなに取り巻きがいたんじゃ正面から藤吉郎に近づくのは難しそう。何かいい案がないか天界に相談してみるのはどう。天界ですか。長壁姫。まあじゃあ次のメインミッションはこれですか。なんかの花見。で待ってね、これがサブだもんね。姉妹の夢、大普遍者。あーでもこれまたなんか出たな。まあ次回か、まあ別に見ないでいいんであれば動画外でちょっとあれだな、見ていこうかな。ちょっと待ってね、アイテムゲット。はい、というわけでじゃあ今回以上にしたいと思います。次回またメインミッションやっていきますのでよろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。